選挙結果の図、数字は各州の選挙人数1856年アメリカ合衆国大統領選挙は奴隷制の問題をめぐってそれまでになく過熱した選挙であった。共和党が奴隷勢力に対して改革に立ち上がり民主党は共和党が過激主義者であって共和党に政権を渡せば内乱を招くと警告した。新しくできて間もない共和党は カンザスネブラスカ法と奴隷制の拡張を非難し、民主党は、奴隷制の拡張については自由競争よりの提案を、して、それは州ごとに決められるべきという公式の立場を取った。3番目の政党として比較的新しい、ノーナッシングは、反移民政策の立場を取り、奴隷制問題を無視し、一般投票の4分の1近くを獲得した。現職大統領フランクリン・ピアースは、 民主党の予備選で再指名を得られなかった。民主党はペンシルベニア州出身のジェームズ・ブキャナムを指名した。これは民主党がカンザスネーブラスカ法が原因で二つに割れていたことに一部原因があった。前回選挙まで民主党と戦っていたホイッ党は奴隷制問題で崩壊し、共和党やアメリカ党のような新しい組織がそれに置き換わろうとしていた。共和党は カリフォルニア州出身のジョン・フレモントを最初の看板候補に指名した。他の二人の競争者、ウィリアム・スワードとサーモン・チェイスは求心的すぎるように思われた。ノー・ナッシングは元大統領でニューヨーク州出身のミラード・フィルモアを指名した。また、ホーマ末候補、ダニエル・プラットも出馬した。フレモントは奴隷州からも600票足らずを得た。すべて、 デラウェア州とメリーランド州からの票であった。しかし、選挙人団投票の結果から見ると、次の1860年の選挙の時に、あと2つの州、例えば、ペンシルベニア州とイリノイ州を獲得すれば、共和党は、勝つことができると思わせる結果だった。ノーナッシングの選挙ポスター民主党の、選挙運動リボン3人の候補者すべてが、地方遊説をしなかった。共和党は、 新しい領土への奴隷制拡張に反対し、そのスローガンは、自由な言論、自由な出版、自由な土地、自由な人間、フレモントそして勝利。であった。共和党は、奴隷勢力に対して立ち上がり、奴隷制が共和制の価値を破壊していると警告した。民主党は、共和党が勝てば内乱が起こると警告することで、反論した。 共和党の綱領では、カンザスネブラス下法、及び新しい州が、合衆国に自由州として加盟するか奴隷州として加盟するかを人民試験で決めるという政策によって、水売り妥協が撤廃されることに反対した。共和党は、現職のピアース大統領が、カンザス準州の市民に疑瞞的な準州政府を押し付けたことと、血を流すカンザスに起きた、暴力沙汰を許したことを非難し、 カンザスを自由州として即刻加盟させることを提唱した。合衆国の大陸内にある領土への奴隷制拡張に反対するとともに、スペイン領であったキューバを取り込むというオステンドマニフェストにも反対した。選挙運動を要約すれば、その焦点は奴隷制度に対する反対であり、それは合衆国が築いてきた共和制の価値を破壊するものだと感じていた。民主党の綱領では、 カンザスネブラスカ法と西部の準州に導入された人民主権という政策を支持していた。またカンザスで選出された奴隷制擁護の準州政府を支持していた。この準州政府はカンザスの自由州推進派に対抗しトピカ憲法を不法な会議で作られた不法な文書として反対していた。さらにブキャナンが中イギリス大使であった時に画策したオステンドマニフェストの中で歌われているキューバの 平合案を支持した。民主党の選挙運動で最も訴えたことは、共和党が勝てば、南部の多くの州が脱退するという警告であった。一般投票の結果、過半数を制した候補者はいなかった。しかし、31州の内北部の州を含む19州を制したブキャナンが、選挙人投票では59%を制して勝利し、第15代大統領に選ばれた。 共和党の敗北の原因は、北部で、ノーナッシングと競合指標が分散したことが挙げられた。投票結果、編集出展、ライプ PV ソース、イヤーイコール1856、アズオブイコールジュライ27、2005出展、ナショナルアーカイブス EV ソース、イヤーイコール1856、アズオブイコールジュライ31、2005、 サウスカロライナ州の密選挙人が州議会で選ばれており、一般投票を行っていない。出典、ワルター・ディーン・バーナム、プレジデンシャル・バラッツ、1836,892pp24757。ありがとうございます。